皆さんこんにちは。前回のグランゾート、こちらですねの動画なんですけども、アップロードしてから私史上ものすごい速さで再生回数が伸びております。たくさんの方にご覧いただきました。本当にありがとうございます。やはりそれだけみんなグランゾートに特別な思い入れがあったっていうことで、いろんなこの気持ちがね、懐かしい思い出が共有できたこと、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。今回はお知らせした通り、こちら水の窓キングアクアビートと風の窓キングウィンザートを作ってご紹介したいと思います。基本的な構成はグランゾートもウィンザートもアクアビートも同じ感じになりますので、まあ、パーツの形は違いますけどね、構成自体は同じになりますので、作っている場面は、飛ばしてもういきなり完成品をお見せしたいと思います。ではどうぞ。完成した状態でお見せする予定だったんですけども、ちょっとグランゾートとは違う部分がいくつかありましたのでね、ご紹介します。まず頭部、ウィンザートとアクアビートはこの白いラインが入るので、これが別パーツになっています。グランゾートはそれがなくてですね、もう赤一色なんですね。それとまだボディ作りかけなんですけど、ボディはこの横のパーツがあります。グランゾートはこの太ももにもう取り付ける感じのダボピンでもうこれグッとはめ込む形なんですけども、ウィンザートとアクアビートこの横の腰アーマーがあります。はい、では引き続き作っていきます。ウィンザートを作ってるんですけどもね、このポリキャップの、ポリキャップじゃないですけど、この関節部分なんですけどね、上が長い、下が短いですね。どう判断すりゃいいのこれ。わからん。この上の部分の厚みと下の部分の厚みのことを言ってるんだと思うんですけどね、これは難しいっすよ。おそらく上、この状態だと上が長くて下が短いんだと思うんですけど、いやもう全然違いました。もう肩の作りがね、グランゾートよりもだいぶ、グランゾート本当に肩パッドをこうやってつける、挟み込むだけなんですけど、ウィンザートこういうね、可動式のアーマーになってます。グランゾートよりちょっとウィンザートちょっと複雑です。ウィンザート完成いたしました。可動範囲に関してはですね、まあ同じかなと思ったんですけど、意外とグランゾートとだいぶ違う部分がありました。グランゾートはですね、ここにロール、二の腕、このロール、これですね、があって、あと手首もここロールがあるんですけど、ウィンザート、ロールがこの二の腕の部分のみになってます。手首は、の部分はありません。はい。で、膝はまあ、二重関節ですね。グランゾートと同じ感じです。つま先も同じですね。こういう感じ。ちょっと曲げることできます。これ変形のつもりです。で、まあ、デザイン上、ね、違うっていうことなんですけど、こう、まあ、グランゾートは前垂れがあるんですけど、ウィンザートは前垂れがない状態でございます。はい。まあ、でもやっぱりウィンザートこのパステルグリーンのカラーがですね、僕、すごいウィンザートはね、好きなんですよね。で、この、手首パーツは、まあ、グランゾートと同じ種類になってます。こちら必殺武器、シュトルムカイザー弓矢でございます。で、ウィンザートの特典、オリジナルのパーツとして、この弓のこの矢をつがえているこの手首パーツですね。これで弓を射るポーズも取れるということですね。では、ウィンザートもフェイスモードへ変形してみます。
ウィンザードのフェイスモードです。やっぱこのフェイスモードって独特のデザインで、やっぱグランゾートもウィンザードもかっこいいですね。体を半分に折るだけなんですけどね、このまとまりのいいデザインよ。はい。で、ちょっとこの肩の部分がですね、なんでこんな複雑なジョイントとか入ってるんだろうと思ったら、丸々肩がね、ちょっとこうグリッとこう肩のパーツを動かしてで変形させるって、やっぱちょっとグランゾートよりはウィンザートの方が変形機構が複雑でした。はい。で、ですね、ちょっと見るとですね、この肩のパーツのところがですね、なんかちょっとこっからじゃ見えないんですけど、肩パーツのこのダブの部分がですね、ちょっとダブ穴がもう発火してきてるんですよね。だからあんまりこう変形を繰り返すと、ここがこの肩のこう前後でこうはめ合わせてる部分なんですけど、ここが発火してきてるんで、あんまり変形繰り返すとちょっとここが割れてしまう可能性があるかなとちょっと思っております。でもやっぱりかっこいいグランゾートシリーズと、このウィンザートもそう、このフェイスモードかっちょいな。はい、では引き続いてアクアビートの方も作っていきましょう。いや、アクアビートもイケメンだな。3体目アクアビートも完成いたしました。もうね、3体目なので結構流れも頭の中に入ってサクサク作ることができました。まあ、それでも2時間近くかかりましたけどね。はい、基本的な作りはやっぱり、まあね、デザインの違いとかもありますけれど、グランゾートウィンザードと同じような形です。で、腕の形状に関してはアクアビートとウィンザードは同じ感じです。グランゾートのように二の腕のと、グランゾートはこの二の腕と手首の部分にもロールはあるんですけど、ウィンザードと同じようにアクアビートも二の腕のみのロールになっております。はい。で、まあ膝とかね、まあ色の違いはありますけど、基本的な構造はやっぱり一緒ですね。形は一緒です。で、かかともこうつま先がちょっと動いてって感じですね。で、腰が一応腰のこの、そう、アクアビート腰がね、腰が一応ボールジョイントでこうなってるんですけど、やっぱりね、ちょっとこの肩じゃない腰アーマーとかがもう干渉しちゃって、ほぼ腰の可動はあんま、あ、そうでもないのか、多少動くのか感じですね。ウィンザーとは腰可動ほぼないですね。これしかないんで、腰の可動域に関してはグランゾートよりはないけども、ウィンザートよりはあるという感じですかね。ではアクアビートもフェイスモードに変形させてみます。そうでした、魔法陣の台座パーツと武器のウェーブカイザー、両手持ちの状態なんですけども、これを持ち、抜いて、こうやって、こっちが両手持ちっていうのか、はい、片手持ちから両手持ち、両手持ちも長さを変えることができるようになってますね。はい。では改めてフェイスモードに変形させてみましょう。アクアビートのフェイスモード完成いたしました。ウィンザートとグランゾートと違うところは、腕を今度は真上に上げてこう変形するという形ですね。なので、ちょっとこの腕の部分が上に盛り上がってて、王冠っぽさを演出してて、僕は
あのフェイスモードの形状ではこのアクアビートが一番好きですね。やっぱこのね、3体が3体とも同じ、なんて言うんだろう、骨格というか同じ構成ではあるんだけれども、デザインがそれぞれ違うので、まあそれぞれかっこいい。いや、このね、グスマさんグッジョブなのは本当にこの成型色がね、劇中イメージ通りなんですよね。まあ素敵で、これあっとっとっと、はい、これ魔法陣でございます。これよね、え、はい。それではまずはウィンザートとアクアビートそれぞれのソロショットをご覧いただいて、最後に光の魔導キング3体全員の揃い踏みの写真をご覧いただいて、今回はお別れとなります。2回にわたってお送りいたしましたモデロイド魔導キンググランゾートシリーズでした。今回本当にたくさんの方にご覧いただきまして本当に嬉しく思います。ぜひチャンネル登録、そしてまた他の動画もぜひゆっくり見ていってください。いろんなことやっております。また今後とも私のこのチャンネルよろしくお願いいたします。